はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員楠沢良治でございます。やすし様、ひでぼう様、水戸のひろやす様、ひかるひかる様、ななこ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがとうございます。こちらのですね、地域の支部長が決定いたしました。これ以外のですね、地域の支部長大募集であります。よろしくお願いいたします。詳細はもっと見るっていうところをクリックしてください。動画説明欄ババッと開きまして、支部長募集こちらからみたいなの出てきますんでね。今日はなんか観測史上一番暑いっていう話ですね。私も日中ですね、炎天下を日陰を選びながら400メートルぐらい歩ったらなんか吐き気して動悸はするし、ちょっと具合悪くなってしまいました。というわけで今日は頭に糊をつける元気もなく、バンダナでごまかしておりますけれども、若宮消費者担当大臣、霊感商法の契約は取り消せる場合もある、188いやいやに電話をと言っておりました。合理的に実証することが困難な霊感やエセ科学商法、まあエセ医学情報っていうのもありますか。第三者が訴訟できる集団訴訟法特例法が安倍政権で制定されておりました。2018年のことだって。自民イコール統一教会ってしたいテレビは絶対に放送しない案件ですな。これ手順がイラストで書いてありますけれども、こういうのが2018年に、制定されていたそうであります。ネットの反応です。寄付という抜け道、信者は騙されてる自覚ないから第三者が訴訟できるっていうです。まあ、信者はですね、これサイコパスが自分は全然困ってねえから、その生活がめちゃくちゃになってもね、まあ破滅、あんまり嘘つきすぎて破滅するようなことになっても自分は全く困ってないんで治療を望まない、まあ治療もないんですけどね、サイコパスとか言うとね、それと似てますね。意外と精神病患者は自分がおかしいって自覚ないから治療を望まないってケースも、最近は物を売るんじゃなくて寄付に切り替えてる模様。統一教会そんなんだって。前は壺とか盛んに売ってた記憶がありますけれども、最近は寄付だって、訴訟で取り返してもまた献金しちゃう信者、これ山上の母親そうみたいですね。これよく公明党が賛成したなぁ。鶴の壺とか売ってましたね。まあ仏具なんですけれども、安倍政権は霊感商法を放置した、嘘ばっかり。マスコミはこういうの隠すよね。共産党もお布施と奴隷労働で党を維持しとるやんか。香港さんがですね、関西テレビの正義の味方でこれ言ったらですね、立憲の落選議員がデタラメですとか言っててちょっと炎上しておりました。どこがどうデタラメなのか説明しろって批判が殺到。そんなんだから落ちるんじゃないんですか。立憲議員バカすぎですね。立憲議員だから落ちてんじゃないですかね。政治家の質は支持者の質っていうから、自治労、日教組、郵便労連、放送労連、通信労連、これ NTT とか AU とかそこら辺ね、放送労連は民放労連と NHK 労連ね、がバカだってことなんですよね。の立憲議員がバカだイコール自治労、日教組、その他がバカである。どれもですね、参入障壁が厚い、ちょっこらそっと参入できない新参者が、テレビなんか最たるもんですね。護送船団、式の官の気分が抜けきってないとこ、
手厚く保護されているところがバカすぎると。これある意味しょうがないのかな。競争にさらされないとこはバカになってきますからね。郵便だってまだね、公社っていうことで完全民営化になってませんもんね。半官半民。立憲元議員が吠えるってことは一般に知られたくない案件なんですね。テレビは自民党イコール統一ってことにしたいようですし、茂木幹事長、自民党は統一教会と関与も関係もない。個人個人の議員の関わりは否定してません。多分ズブズブしてるやつも中にはいるんでしょうね、自民党議員でもね。左翼、疑惑が深まった。創価学会が売ってる仏壇は、これは合理的に実証できるように説明してんでしょうか。合理的に実証できない霊感とか衛生科学、衛生医学。ヤマト Q ってとこが売っていた30万から250万円のテスラ缶。これを持っていれば病気にならず若返るっていうやつなんですけど、ね、コロナ怖いですか？これ買えばいいですよ。ワクチンは危ないですとか言って、ワクチン接種会場に乗り込んで妨害して逮捕されちゃってましたけれども、完全にアウトですね。人儲けしたい弁護士が今まさにテスラ缶の被害者探していくかもしんないなぁ。今まで何度も繰り返されてきた光景なんですけれども、国賊野党、立憲と共産と社民と令和あたりが説明しろ、自民党や省庁がこれこれこうでこれが証拠っつっても、どんな説明してもどんな証拠突きつけても納得できない、質問に答えてない、単に頭が悪くて説明が理解だけできないだけなんですけれども、テレビ新聞その通り疑惑は深まった。でそれを見たバカ視聴者が安倍がこれ何年もやってたのが森かけ桜っすね。賢い人はこの野党の手口に気がついてもううんざりしてますよ。まあすっかり騙されてるバカ、安倍がはきっといい信者になるから、カルト宗教狙ってみたら主に安倍側を狙って勧誘したら、なんせ信じやすいから騙されるから、何回も何回でも騙されるから、まあ狙ってみたらいいんじゃないですか。今騒いでるのはですね、安倍総理を国葬にする経緯と理由を説明しろっていうのを立憲の馬淵が騒いでますけれどもね。これでまた何年も何年も騒ぐつもりですね。自民もこの手口分かって説明しないことにしたみたいですけどね。どうせ何言っても納得しないんだし、頭悪くてね。日本語通じない、あるいは一見日本語だが実は違う、言語を、使ってると思ってですね、見ない、聞かない、関わらないっていうのが一番ですね。関わって時間もったいねえから人生の無駄ですからね。バカ左翼、あんなに頑張ったのに、原発活用派が7割に達してしまいました。日経新聞最新調査、原発をもっと活用すべき 19%、 原発再稼働は妥当 51%、原発反対 22% ということで、これ持ってないかな日経新聞な。もうちょっとね、わからないとかどちらでもないっていうのが大抵の調査で3割ぐらいいるんですけどね。原発反対 22% ってそんなにいるっていう、ネットの反応です。反原発の代案って何なの？ソーラーとか言ってるようだ。 22% も反対いるのか。特定野党の合計支持率と同じぐらいか。左翼怒りの処理水ガブ飲み反原発は日本を衰退させるための左翼の工作。原発反対ドドンがドンって最近見ないな。なんせ暑いからねあんなに頑張ったのにこの結果ですね。今日の都心は37度。さすがの左翼も電力逼迫で冷房使えないのは嫌なんでしょうね。高齢化が進んでね、ちょっと暑いと
すぐ参っちゃうしね、体弱ってね。あと年取ると体のセンサーが鈍くなってきて、暑いを暑いと感じないで熱中症になっちゃう。やたら暑い風呂にうんうんうなって入ってるじいさんの話とか、よく創作物で見ますけれども、そんな理由みたいですね。外国と左翼の目的は核研究をさせたくない日本にね、で核兵器作らせたくない、あと電力が安定しちゃって日本が栄えることが許せない、日本の電気代安くなっちゃうと嫌だっていう、こういうのがありますね。海水からウラン抽出して原発でうーんと安い電力が豊富に供給されて、しかも停電なんかしねえ、安定してるってなったら、アメリカ企業の工場が日本に来たりしちゃうじゃん。あ、すげえ電力使う製鉄所とか、そういうとこ来ちゃったら大変ですね。あとはGM とかフォードとか自動車作っとことかもすげえ電気食うらしいですから、日本人雇うと、まあ今はアメリカ人の方が高いんですかね。日本人はアメリカ人よりは安いし、電気代も安いんだって、日本で作っちゃうか。なんつってGM とかフォードとか、シボレとかの工場、あとハーレーの工場とか来ちゃったら日本にね、そうすると人民軍が侵略できなくなっちゃいますね。侵略、日本を。アメリカが黙ってねえじゃん。宇治のハーレーの工場って何する気なんですね。まあ米軍基地もありますけれども、せっかくね、創価学会が国交省を操ってですね、ハングルと簡体字表記増やして人民軍の利便測ってんのに、それができなくなってしまうと、そういう理由で左翼が反原発ドドンガドンってやってるわけなんですよ。まあ、あんなに頑張ったのにいいんじゃねっていう人が7割に達して完全に少数派になってますけれどもね。なんかさっき具合悪くしたせいかな、今日はちょっと話にキレがありませんでした。咳は出るし、というわけでメール党員さん、支部長さん大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。